この言葉が分かんなかったら稼げんよ。一から出直した方がいいかもしれない。ドルちゃん、いいね。YouTube のコメント欄で質問があったんですけれども、その方は、SNS、Twitter のフォロワーが2000人ぐらいはいるらしいんですよ。いますね、いるらしいんですけど、ここからどうやって自分が稼いでいけばいいのかっていう、そのイメージが全然できないらしいんですけど、要はフォロワーはいるけど稼げてないっていうね、そういうことですね。どうすればいいか、その方について、解説していただければと思います。僕はまあ Twitter でもね、今だと6000人とかで、 YouTube はまあ始めたばっかりだけど、元々のチャンネルは2000人とか。でも僕のところの生徒さん、やっぱ1万人とか3万人とか、なんだったら40万人超えてるような方が、クライアントとして来るわけね。でなぜかっていうと、みんなマネタイズ、要は稼げてないわけ。ドラゴン先生、マネタイズがうまいわけですよ。ね、そんなにフォロワー多いわけじゃないけど、何千万ってこう売ってるよってところで、相談しに来てくれてるなと思うんだけど、1年目は2000万、ね、2年目は3500万っていうところで、3年目ね、入って1億いくぞって思って、この狙ってるドラゴン先生が、特別にマネタイズの仕方教えちゃって OK？ マネタイズって何ですか？マネタイズはお金にすることですね。要は、稼ぐこと。これはマネタイズっていうふうにして言うと、なので稼ぎ方でいきましょうか。了解です。はい、じゃあいきたいと思います。そんな方はまずね、これ考えてんのって話からいきますよ。この言葉が分かんなかったら稼げんよっていう話からいこうと思うね。それがコンセプト、コンセプトです。コンセプトって何か分かる？分かりませんね。コンセプトっていうと、その商品を一言で表すとみたいな感じかな。例えば、なんだろう、キャッチコピーみたいな言葉はよくあるんだけど、要はその商品って誰のための商品なんですか、そしてその商品買ったらどうなるんですかっていうのが、いわゆるコンセプトかなと。例えばこのビジネス小学校のコンセプトがあるわけ。それは、ね、月1万から3万円 YouTube 見るだけで稼げるようになるよがコンセプトなの。こうやってコンセプトって何にでもあるわけ。マクドナルドのさ、フライドポテトだってコンセプトがあるわけですよ。安く手軽に美味しくお腹を満たせるみたいな、ね、とかね。そうやってコンセプトが何かしらあるわけ。このコンセプトっていうものが決まっているからこそ、そこにふさわしい人が来て、ふさわしい人が買っていくっていう感じなわけよ。例えば僕はすごい好きなのがね、東急ステイっていうホテルが好きなの。そこの東急ステイって僕が思うにですね、長期滞在者に優しいんですよ。なぜなら全自動洗濯乾燥機がついてるの、部屋に。部屋にですか？そう、部屋に。東京行ったり大阪行ったりすることが多いので、結構まだ事務所借りる前は東急ステイに行ってた。で1週間ぐらいいる中、服なくなっちゃうじゃん。それもガンガンそこで毎回洗って乾燥までかけてくれるから、は東急ステイリピートするわけで、その全自動洗濯乾燥機がついてるホテルってほとんどないわけだからさ、そう見て、それはコンセプト、長期滞在する人とか着替えが足りない人向けにそういうサービスをしてるっていうことだよね。そうやっていろんなさ、コンセプトがあるわけ。もう俺も泊まったことないけど、リッツ・カールトンとかさ、むちゃくちゃ高いなんだけど、その分そのハイクオリティな空間、広い空間でラグジュアリーな、そういうコンセプトなわけよ。この商品といえばこうみたいなのが、やっぱ一言で分かるものっていうのはコンセプト、これが決まってるかどうか、今日はね、これを考えていきたいなと思ってるわけ。だから実は全ての商品を売るとかサービスをするときには、先にコンセプトありき、つまりコンセプトを決めてないで SNS 発信しちゃダメなのよ。コンセプトを決めてなくって商品作っちゃダメなの。そうじゃないと何に対してこれ集まってるか分かんないし、それは商品買ってくれないよねってことになるわけ。ある意味ですね、その2000人を超えるフォロワーさんなんですけど、そこにいる人たちは、何に集まった人か分かんないし、自分のサービス、商品買ってくれない可能性があるので、ちょっと一から出直した方がいいかもしれないでも一から出直さなくても済むかもしれないんで、ちょっと一旦このビジネスのについて、この表、これ見たことある、みんな、タンクさん見たことある、これ。いや、全然見たことないです。本当、ビジネスファネルなんて言うんだけど、これ覚えなくてもいいんだけどね。ファネルって何かっていうと、要はね、ロートですよ、ロート。
初めはたくさんいたんだけど、商品を買いますよっていうためにどんどん人数減っていくことない。この減っていく感じがロートのようだよねということで、パネルなんていうふうにして言います。4つの働きがあるんですよ。これ1つ目はですね、認知、いわゆる知ってもらうってことだよね。知ってもらう場所で言うと、 SNS はやっぱ認知、知ってもらうのにやっぱ役立つよね。もう昔なんかはもちろんこれで広告を打っていた。だけどさ、広告打つのってめっちゃ金かかるじゃんね。駅の看板に広告出します、テレビに広告出しますね、チラシ作ります、あの新聞折り込み広告します、全部お金かかるわけ。 SNS は無料ですよ。無料の広告なの。だから SNS 伸ばしましょうっていろんな人が言ってるじゃん。ね、でそのインスタグラム代行とかコンサルティングもいるし、ツイッターでマネタイズできるとか YouTube だとかって、もういっぱい言ってるのはそういうこと。力のない、今お金がない人でも始められるのが SNS だからね。だから、まあ、広告が早いよね。だからお金がある企業とかお金がある人は広告じゃいいよってことなんだけど、 SNS がいいよね。あと他にもリアル、ね、それこそあの学校の友達とかもこれ認知してもらうことだしね。コミュニティに入ってますっていうと、これも合う、認知知ってもらうってことだもんね。そうやってリアルでも認知って広げれる。あとね、最強の認知っていうのがあるの知ってるかな。最強の認知は口コミ紹介ですね。だ食べログとかさ、それで 3.5 とかね、やっぱあれって口コミ紹介で、それを見て数字がいいものの方が嬉しいなと思って行くわけじゃんか。それで口コミ紹介、だから食べログが口コミ紹介サイトですよ。うん、そんな感じで、認知っていうものはいろんなことで広げていくことができるよねってこと。知ってもらうだけじゃ買ってもらえないんですよ。あ、知ったなで終わりだからね。そっから何していくかっていうと、今の時代は教育です。教育って何かっていうと、この人なんかいいなって思ってもらう場所、この人の商品気になるなって思う場所が必要なわけ。教育する場所っていうと、今で言うとやっぱ LINE ね、 LINE に来てもらう、公式 LINE とかね、結構あると思うね。公式 LINE に来てとかで、結構今でも主流だけど、メルマガね、まあ、ただやっぱ開封率で言うと LINE の方が圧倒的に開封してもらえるし、まあ、メルマガで言うと開封率なんて言うと、まあ 10% 以下だと思うんだけど、見てもらってる人に対してはいいよねって話。最近はよくあるのがオンラインサロンみたいな、まあ、ドラゴン先生もやってるんだけど、まあ、有料無料ってあるけど、そういうところで交流していく、認知を取って教育、価値観教育なんて言うけど、教育をしていった先に FE、 ああもう大丈夫、説明するから。フロントエンド、フロントエンド商品ってダンクさん聞いたことある？聞いたことはあります。あ、これね、フロントエンド、だから前の商品ってことなので、実はその向こう側にバックエンド商品、つまりこっちが本当に売りたい商品、高額商品です。高額の商品を買ってもらうために、安かったり無料だったりする商品を前に置いてるってことね。これが例えばなんかイベントとか、無料でイベントやりますとかね、イオンの中でさ、ライダーショーとかってあるのも、あれもイベントとしてやって、で来てもらっといて、何か買ってもらうみたいな。あとはなんか体験会とかね、本来は1万円のところを体験会なので特別に2000円でとかって、そういう風にして安くしたり、無料体験会なんていうのもあるじゃんか。そういう風にしておいて、そして最後本命の高単価の商品を販売していくっていう、まあ、こういうのが一般的にどんどんニーズ減っていくじゃん。当然 SNS で知りました。で、LINE、あのここって結構ね、スポット抜けてる人いるんだけども、こういうの丁寧に価値観教育やってる人っていうと、こっから下に下がっていく人が極端にドーンって減らなくって、なるべく多くの人数がここで買ってもらえる、そういう流れってこと。まあ、これをねよく言うマーケティングであるし、最近なんかこの辺にですね、リストって呼ばれる買ってくれそうな人、見込み客を貯めておいて、ここに対してイベントや体験会の案内をしていくっていうことで言うと、リストマーケティングなんていうふうにして言うって感じで、忘れちゃいけない。でコンセプトありきなのはなぜかというと、ここの高単価商品に来てもらうためのイベントや体験会をやってなかったら意味ないじゃん。
ここの商品に来てもらうためのイベントや体験会に来てもらうための LINE やメルマガやオンラインサロンがなかったら意味ないじゃん。ここの商品に来てもらうためのイベントや体験会に来てもらうための LINE やメルマガやサロンに来てもらうための SNS じゃなかったら意味なくない？こういうふうに設計していくこと、これがコンセプトを決めるっていうこと。SNS とりあえず発信してる人はこれ売れるわけないじゃん。先にコンセプトを考えてから、始めていかないといかんってこと。だからさっきの、ね、YouTube なのか Twitter なのかね、まあインスタなのか2000人3000人中には1万人いても商品売れないんです。それはただいるだけ。ここに繋がってないから売れるわけないじゃんっていうことなわけだよね。でも大丈夫、今からコンセプト考えていけばいいじゃんっていうところで、正しいコンセプトの作り方をコンセプト作りのプロドラゴン先生教えちゃうよということで、大丈夫大丈夫、ついてきて。はい。コンセプトを考える上には4つのポイント、これを考えていけば OK です。1つ目、誰の興味を引く SNS ですか。これ買ってくれる人誰っていうこと。買ってくれる人がいてこそ、来てくれる人がいてこそ、登録してくれる人がいてこそでしょ。ってことは人なんですよ。向こうに人がいる、これを考えていけばいいわけ。2番目、どんな悩みをです。人がいるということは悩みがあるわけ。この商品って何かというと、悩みを解決してくれる商品。高単価でも売れるでしょ。もうむちゃくちゃ、もうもっと痩せたい、もう夏までもうすぐもう時間ない、痩せたい、もう2ヶ月で痩せたいんだ、ライズアップっていう商品が売れるわけじゃんか。その悩みが強ければ強いほど、その商品は高い値段で売れるの。悩みを解決するもの、もしくはね、快適にさせるか。高いホテルなんかは、それは別に悩んでないのよ、泊まる場所に。よりゴージャスに、エレガントに、最高の旅にしたい、みたいな風にした時には、そういう高い値段に行く。全て悩みじゃなくてもいいんだけども、基本はやっぱり困ってる人に売るものが一番いいかなと思うので、悩みがベースです。誰の、どんな悩みを、どんな方法で、方法も大事なわけよ。例えば、めっちゃ暑いわーっていう、夏場暑がりの人の、あ、もうめっちゃ暑いわーっていう悩みを、冷たい空気を出すということで、この方法ね、エアコンだとね。で、方法で、4つ目は、どんな未来に連れていくのか。エアコンだったら、暑いっていうふうにして悩んでいる人も、冷風を流すことによって快適っていう状態にしてくれる。だから人々は高くってもエアコン壊れたら夏場ね、やっていけないのでエアコンは売れるわけじゃん、そんなにあんまし暑くない時なんかエアコンは売れない。そりゃそうだ、悩んでないんだから。実はこの辺のこうやって商品をね、買ってもらうためにも大事なのっていうのは、コンセプトを先に考えるってこと。皆さんね、 SNS をまず伸ばしたいと思う時だったら、この SNS っていうのは誰のどんな悩みを解決するチャンネルにしようかな、アカウントにしようかなってことを考えてほしいわけ。それをどんな方法でを使って、どんな発信でね、悩みを解決してどんな未来に連れていこうかなっていうことを考えてほしいってことで、これをビジネス小学校、僕がやる前のチャンネルね、今だと小学生でも分かるビジネス教育っていうチャンネルがあったんだけど、そこはですね、コンセプトがバラバラだったの。バラバラなことをやってたから、チャンネル、まあ、2000人以上いたんだけど、どういう人がいるのか分かんないんだよね。実際にその YouTube チャンネルから物を売ろうって言ったとしても、その人たちが学校の先生もいれば、ビジネス加速したい人もいれば、多分お母さんとかもいるから、なかなかこう反応がなかったわけ。もしかしたらこれ人数はいるけどっていうのは、もういろんな属性の人がいる可能性があって、でもね、今仮に新しいコンセプトをちゃんと考えて発信していったとするならばだよ、人数はそんな多くないかもしれないけども、 LINE に登録してくれたり、メルマガ見てくれたり、サロンに来てくれたりする人が人数が多いんだったら、イベント体験会にも来てくれる人数多いじゃん。単価を高いものでも買ってくれる可能性があるってことじゃないか。今もったいないのは、全然買ってくれませんっていうのは、このロートの角度がこんなわけ。ちゃんとコンセプトを考えていくと、ここのニーズは少なくてもね、少ないかもしれないけど、ここまで来てくれたらめっちゃ買ってくる人いるじゃん。だから先にコンセプトありきってことだ。そのコンセプトっていうのは、まとめると、誰のどんな悩みをどんな方法 でどんな未来に連れていくのか、これを考えて一言でちゃんと表せていって、さらによ、それが確かに買ってくれそうな人がいるわと判断できるものじゃないと
意味ないわけ、うん、そんなことで悩んでないじゃんっていうのはダメなわけ。だからそういう誰のどんな悩みをどんな方法でどんな未来に連れていくのか、これを言葉にしてみて、でいろんな人に見てもらえばいいじゃん。これでニーズありますかねって、反応ありますかね、これで困ってる人いますかねっていうふうにしてコンセプトを作って、でそれにふさわしい商品っていうものをぼんやりと考えといて、そこに来てもらうイベントや体験会どうするのか考えて、どういうふうにしてきたらこの LINE とかメルマガに来てもらうかを考えて SNS を発信してねってことだ。ここまでいくと一本筋が通ったコンセプトありきの商品になっていくよ。だから売れるじゃん。ちょっと質問なんですけれども、はい、副業やってる人とか、うん、でなかなか自分の LINE を持ってない人っていっぱいいるんじゃないかなって思うんですよね、はい、でもメルマガとかサロンとかやっぱ教育の部分、うん、自分でなかなか持ってない人が多いと思うんですけど、うん、SNS で教育とかってできたりしないんですか、うん、ああこの SNS 上で教育ができないかっていうと、はい、おできるよ。お教えてください、うん、LINE を必ず持たなきゃいけないっていうわけじゃないんだけど、持った方がいい絶対にね。なんだけどじゃあ SNS 上でこの教育みたいなことができないかなっていう話で言うと、結論ライブです。ライブは全ての SNS に機能としてほぼついてるはず。 Twitter だったらスペース音声ね、 Instagram だったらインスタライブ、 YouTube も YouTube ライブ、 Facebook ライブ、 TikTok ライブ、ライブがあります。でそのライブは何かというと、フォロワーさんたちが基本的には見に来ると思うんだけど、そこで実際に喋ってる声が聞けたりね、するわけ。そうするとあ SNS で気になったなって人たちが喋ってる、めっちゃ喋ってめっちゃ喋ってめっちゃ喋って、今度こんなイベントがあるんだ、ここから申し込みできるよ、もう今すぐね頼むね、こんな風にしていくと教育のパートをライブで埋めることができるじゃん。だから LINE とかメルマガとかっていうのは あった方がいいっていうのは、例えば LINE っていうのは残るでしょ、送ったら残るじゃん文章として。ライブは基本的に見返す人ってそんなにいないんだ。だからライブは高頻度でやらなきゃいけないし、結構喋りが上手くないと辛いところがあったり、あと見た目が可愛ければ見てくれるっていうところもあるよね。だからライブコマースなんて言って、ライブを使ってそこでもう決済までしちゃうシステムなんていうのが世の中にはあるわけね。中国の方から今どんどん入ってきてるライブコマースっていうものがあるけれども、基本的にやっぱこのライブ中に販売していくしか方法がないわけ。こっちは残るよね。ドラゴン先生もやっぱりライブこれからどんどんで、ね、YouTube ライブとかもやっていこうと思っているし、実際にもやってるしね。 Twitter なんかはですね、先生現役の先生だったり元先生なんかとスペースっていうことでやったりしています。ライブ機能を使っていくとこの教育の部分、だからこれライブも追加してもいいかもしれないなと思うんだけど、そうやってイベントや体験会に来てもらう。でもいきなり高い商品売れないんだよ。もうだって世の中にはもうめちゃくちゃいろんな商品が出てきちゃったから。だから SNS ではい買いますだったら一番楽楽だけど、そこの間にはやっぱし何段階かステップがいるよね。まずは皆さん考えてほしいのは、とにかく知ってもらって、で知ってもらった後にやっぱり教育をして、この人いいなと思ってもらって、でそのためにイベントに来てもらって、バックエンド商品を買ってもらう。そのためには全てこのコンセプトっていうものを持っていないと誰来るのか分かんないじゃん。そうしたらね、うん、だから皆さんこのコンセプトっていうものを考えて一言でそれぞれ表せるようにしてから SNS 発信を始めていくといいな。ここにフォロワーはいるんだけど売れませんっていう人は、今からコンセプトを考え直そう。なんだったら一からやり直すっていうことも必要かもしれない。でもね大丈夫、そこまで伸ばしてきたという経験は必ず次の新しいアカウントでも役立つから。で最後に1個言っておくと、ね、コンセプトとかこの誰のが変わった時点でアカウントは分けてくださいね。そうしないとバラバラの人がいるそのアカウントってわけわかんないからね。だから先生もいるしお母さんもいるし、それでいいことはあるんだけど、それよりもお母さんがいる、もうほぼほぼお母さんって言ったらお母さん向けに発信したら反応あるじゃん、うん、そういうチャンネルの方がビジネスとしてはいいよってこと。だから皆さんは Twitter やるときでも Instagram やるときでも YouTube やるときでも TikTok でもそうなんだけど、皆さんはねこのチャンネルを見てる人はビジネス Twitterer です、ビジネス YouTuber です、ビジネス Instagramer です。そのプライドを持って、言う必要はないけどね、プライドを持って発信をしてほしいなと思っております。
ということで、生きる力は稼ぐ力、ドラゴン先生でした。忘れちゃいけない宿題ですよ。いい？みんなね、絶対にこれコメント欄でアウトプットしてください。そうしないと絶対にこれ今言ったことも、ね、覚えてないから。そしてチャンネル登録、もうここまで見てもらった方はね、してる方いると思うんですけど、めちゃくちゃこれいいよ、勉強になるよってね思った方は、絶対にこれチャンネル登録、人にもお勧めしてもらえると嬉しいです。ビジネス小学校でした。またね、ありがとうございました。